お疲れ様です。今日はですね、こちら五分五夜ミラーでやっていきます。というわけでね、そこそこにね玄関強強い五分五夜をね、まあ、ミラーしておいて、あとはまたね足りない小屋で足りない分はギャングと吹き矢のゴブリンでちょっと補いながらの、マジほぼ五分五夜、ほぼゴブリンデッキですね。はい、ゴブリンの今日ちょっとネチネチ戦法でね、戦っていこうかなと思います。さあ相手は神技か三種の二択ですね。二択です。はい、神技です。神技はちょっと嫌っすね。この圧着技が強い。圧着技が強い。さあなんとか耐えてはいきます。まあ、とりあえず僕は小屋置いてですね。はい、ただそれがしたいだけですね。なので、まあ、今回相手は多分呪文がウッドだけとかザップだけかレイジだけか、まあ、なんか1枚しかないと思うので、ちょっと小屋貯めたいね。小屋貯めたい。マジアチャがいるとちょっと厄介ぐらいかな。まあまあ、おお、エルバーバー、一旦5分ぐらい置いちゃうか。頑張れマイキー。さあで、マジックアーチャーの処理なんですけど、まあ、俺はウッドミラーが安牌ではあるし、最悪まあディガウッドでもいいか。うん、一旦耐えね。さあウッドでしたね、呪文が。マイティの活躍次第みたいなとこもあんな。まあ、あとこれウォールブレイカーもちょっといるんで、ウッド枯渇ってことですよ。ウォールブレイカー刺す、ギャング刺す、キア刺す。うん、浮きがちょっと相手強いよ。まあなんとかちょっと耐えようと。で逆サイフキアがね、圧着にはちょっと強いんですよ。ちょっと低めに置いちゃおうかな。マイティもう結構削ってほしいよ。暇だったんでウッドで削ってきます。よしよしよし。ちょっとネチネチいくよ。マジで粘りますからね僕は、非常に。よし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 。ゴブリン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 。さあウッドと、うっ、めちゃくちゃいい火すぎてる、やばい。でもやりこぶが、さあ受けてくれる、残って。いや怪しいけど意外とこのチバチバゴブリンでちょっとダメージ入ってるかな。マジアチャだけね、ガチ嫌なんですよ。ウォールブレイカーさっきから仕事してないんで、あんま出す方がいいかな。これ真ん中打ってきたらいかれそう。さあ耐えてもらっての、うわー、すごいなんか変な試合してんな。相手の工場優秀か。もうウッド使ったね。いきます、入るんじゃ、すり抜け。いやーマジでかい、マジでかい。しかもあれウッドで飛びそうだな。いやーちょっと緊急ゴブゴや。いやウッド使ったな今も、もう見たぞ君ウッド使ったの。行くしかないで、エリボボ。あー全然俺の予想は当たらんけど爆破ドーイ。あれちょっと待って、やば終わってない。おい、ね、マイティがマイティがなんで3000ぐらいあった。いや見てなかったなマジで。ナイス。はい、まあみたいな感じです。本当はね、なんかもっともっとのんびりのんびり戦いたいんですけどね。あれともちょっとこう、ね、ガンガン来る系のデッキだったんで大変でしたね。よいしょ。
さあ、まあ、とりあえず五分五夜の圧だけで勝ちたいな、理想はね。あー渋、マジアチャオールブレーカーかな。最近ボムスケだと、あーそうっすね、なんかゴブリンコウモリとかのウォールブレーカーはあるんですけど、スケだとねもうマジアチャしかない。え、でかい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 、ギャンブルきてマジアチャや。さあ来ました、ウッドで削っていくよ。でミラーウッドはね気持ち温存したいな。うん、でこれでボムまで使わしたい。いやー美しい防衛だ。キヤ、いや痛すぎよ今の。行かれるのはね。さあちょっと五分五夜たまるかな、悔しいな今回も。まあ、たまんなかったら最悪ディガー削りに切り替えちゃうっていう、まあ、ディガディガウッドウッディもあるんでね。あー、このゴブリンのこの位置ちょっとなんか高くなったな。痛い。サンド取られてる。あー美味しい、これは美味しいですね。はい、まあ置いてこうぜ小屋後ろでいいかな。マジアチャだけでも渋いっすねこれ。どうしよう、ミネディ来てもいいんだけど。うん、さあ相手がこれちょっとおしゃれにいきたい。よいしょ、いやーいい防衛をしてくんな。マジ、ええ巻いて巻いて、マジ、え、これちょっと助だけ強要とか来ないかきたしかもニア守れるで、ガンガンいってこれにね、ちょっとコストを使わせたい。トレに使ったんで、ディガーの位置違ってもよかったけど。そんな頭回ってねえから。小屋だけ置いとこうぜ。で、俺はウッドだけ。2個いるこれ。あ、でも、相手が攻めてきたんで、その間にゴブリンが頑張って。ほいブラボン小屋芸。小屋芸です。完璧なる小屋芸。気づいたら小屋でね、あなたの弾ないよっていう、一生ダメージ与えれるな。ゴブがちょっと強いんだよなマジ。オーブンもね、オーブンもなんか仕組みファイスピがなんか調整されたんだっけ、なんかそこそこに強くなって、まあでも最近疲れてないか、強化されたね、なんかバランス調整された直後はやっぱ使われるみたいなところあるんで、ゴブゴはちょっと今はいいですね。わーんと、圧着エロフだったらもう、あのサレンダー ボタン欲しいですね。ああ、サレンダーしたいな。マジこれ。やばいですね。やったんすよ、これもう。このマッチ。絶対勝てないんですよ。絶対なんですよね。いや絶対かマジ、いや気合いだよ。ゴブがさ置くかどうかすごい悩むんだよな。ゴブゴヤすごいよ、もう今だけ解明してほしいね。ゴブゴヤからゴミゴヤに、まだもん3体いけ、お前らならいける。マニエ、キャン、うん、やばいよ。デリウッドがね、あと大砲ファイスピ。
まあちょっと攻めなきゃね、ダメージ入んないと思う。本気出しました今。本気出してこんだけしか入んない。だいぶ渋い。フルの攻めで。いやあの豚やべえ。行くしかない。ダンデリー。ディガで削れないし。やめて。残ってる意外と。マジワンチャンそう。ワンチャンのチャン。マジワンチャンのチャン。こっちだ。正解は。うん、ちょっちょっなーい、アンチャクログきついのよマジでめちゃんこきついのよ。ゴブクヤがねたまらんまあどうにかね耐え、どうにか耐えればいいんでしょうけどね。やっぱりさ、日本人なのかこれは。日本人なのか海外なのか怪しい。さあ、じゃあいい。いやこういうのをね僕は待ってましたね。おお、やっぱタンク系溜まるからね小屋が。いやなめザップじゃないこと祈ります。ジャイプリのフェニエレキですね。フェニー、ファイボザップとヤザップ型があるんですけど、まあここ最近はねヤナメが多いかな。ジャイもさ、無視をしていく。いやこの子はさ今2268でしょ。5分はだけでどんぐらい削れるんだろうな。ちょっと見とこう。2268ね。1回で324ぐらい。レイジが降ってきた。さ、まさかのレイジでしたね。いやでもちょっと怖いなこれ。ヤナメレイジなのかな。ヤナメが来るとすごい嫌だけど、結構削れてんな。声をすいすい。にゃーん、ここだ。延命していく。この延命めっちゃ強くね。あ、これダクビリの相手してあげようぜ。いや、フキは右サイが良かった。ミスった。いやめっちゃいい勝てそうやん、ゴブゴヤで。よしよしよしさ。いやこれね、あのゴブがミラーしたいんですけどこの試合に限ってはなんかディガーヤナメでしばかれそうなんで、ってなったらそこまでの意味がない。ヤナメレイジだからマイティ最強だな。頑張れれば。やべ、いらんかった。やべ、いらんことした。あれ、ちょっと待って、これ負けてるね。一旦小屋、施設の強み、まあ小屋の強みっすよね。一旦小屋帰る。ヤナメリーチ勝ちです。いや、こんなんいらんかった。
ペースがやばい。 DT DT DT、 なるほどね。頑張ろう。いや、守りはするんだけど、守ってるだけなんだよ。私決着をつけたいんだ。やべえ、あとちょっと一生削れ。いきます。拾えるかな、あなたには。マシマシ、うい、まあ、これもね強いよね。まあ、ゴブガヤがこんな感じで、なんかね、リガーヤガメとか持ってると気持ち溜めにくそうなので、まあリガーで削っちゃうぜーってやつ。なんかこのデッキあれっすよ、なんかふざけたように見えますけど、マジなんかテンプレでいたんですよ。元はポイズンかな、ミラノかなんかポイズンであって、そうそうそう、全然マルチ上位でも使われてたようなミラーのやつですね。それのさ、雪玉なので、もうオールブレイクいったらぐさっボムだけはやめて。やだねー。え、ちょっと待って、やゆきたるってやばない？やゆきたる、そんなことある？何のデッキ？スケラ？やゆきたるってめちゃんこ珍しいぞ。いや、スケラしかなさそうだけど、やば、めっちゃクリア。俺こんなにゴブリンいんのに。めっちゃゴブリンいるぞ。で、ここにはまあ矢の雨もあるよというわけですね。相手はサクちゃん。ああ、一体に届けてくる。これ延命されそうだな、ワンちゃん。いや、やゆきたるは、まあ、結構嫌なんですけど、相手も嫌だと思うんだよね、この俺のゴブ小屋。やゆきたるよ、フリーズさすがに入ってなさそうだけど、よし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 。いや、ちまちま言っとけば絶対きついだろ、この小屋。小屋から出たやつを一瞬でねやられちゃうんだけど、まあ、そういうこともあるよ。その圧でね、そやなめからのタルババないとか、やたる使ったんで、これあのちょっといっちゃおうかな。ここまでいっちゃう。よし、ウォルブレカいけいけいけ、すり抜け、よし。さあ一発、まあ、一発でも大事で、あとはしっかり小屋貯めたいけど、この矢の雨削りもだいぶ痛い、だいぶ痛い。同サイでいくか逆にさ切り替えるかすごい難しいんだけど、いや、ワンチャンのマジ逆プランもちょっと見える。呪文多すぎだろ。だからフェニックスナイトアーチャーしかないんです、ナイトは。呪文とスケラとナイトアーチャフェニーなんで、まあ、すっげえ一票おるけど秒で切るんだよな。いやー、これやべえぞ。まあ、ゲーム系はスケラにちょっとさ、いやー、ちょっと流れが怪しかったな、左も。いや、ちょっとどうなんだこれ。押してんのか、俺は今押されてんのか。いやー、絶妙なナイトだ。まだナイトアーチャーなんで意外と陸受けは少ないっていうのを考えると、よしよし、入ってる入ってる入ってる。はみ出てるやつらいる。よしよしよし。いや、オッケー、アーチャーとか裂いた後の絶対きついぞ。ごめん、お、巻いて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 きた。
リセットねえやろ。いやめっちゃいる。てかいやここやばい。ちょっと怖い。ちょっと怖い。アーチャー事故だっけ。いやおい、一番楽しいクラロアで。俺からしたら。でここで攻めてあげる。いやーいい墓石だ。あとウッド何周でいけるかなあれ。ガチで。いや左完全無視だよな。もうちょっとやばくなった。あぶねえ。結構入ってる。ウッドミラーだ。え？やばい。やばい。おう、やばい。おい！マジでよ。ちょっと待ってくれよ。こんなに頑張ったというか、小屋置いて、粘って、1? おマジか。落ちねえか。落ちねえんだ。気をつけてください皆さん。のマジかよ。うわー、ちゃんと確認すればよかったな。58です。116少ねえな。ウッド117だったってことらしいです。結構くんね。まあ、ロイ。うわちょっと今のはなんか嫌っすね。なんかあそこまでやったのにっていう感情がものすごいあります。あそこまでやって負けですって考えられない。そこのロイ芝居て気持ち切り替えよう。よしよし、いや強えぞ。絶対ゴブリン来るだろ。え、ウッドハウスしてるやん。いて、え、いや俺が変なウッドしなければこの槍熱かったな。うん、さあまあ厄介なのはゴーストと。で相手の呪文はね、多分ライトニングかな、よくあるのは。なのでされて嫌なのはね、もうゴブゴブにライト打ってライト削りのガン守りとかかな。どうだろう、まあ、一旦置くけどね。何があっても一旦置く。置いてから考える。うん、いけ。よし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 。結構メンタル的にダメージ受けてるぞあれは。いやしかもこれはみ出たのがさ、チクチク入るのも強いんだよね。さあマイティ来る。これトリトンあった。ういうわ、吹き上げ行かれたのやべ。いやーちょっと待てよ。いてよ。マジでいて。ちょっとマジで勝ちたい。ほら。でっか。美味しすぎる。
一発やめろよ。ちょっとまだわからない、全然わからない。いや、おいしい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 、これだ。いやー、めっちゃうっと。いやー、オッケー、オッケー、オッケー。こえー、マジなんかなかなかダメージがね刺さってくんないときはね本当に怖いね。いやみたいな、ウッド高回転で受けも多くてみたいな。コブガヤマジ、まあ入れば強いんですけどね、やっぱ相手がこう無視したときに入るというか。綺麗な、あーやばい、こういう相手だとね、マジゴブガの意味、存在意義とはっていう話になっちゃうからね。まあホグかな。さあクエイクはまあ一番引きたくないっすね、本当に。いやー怪しいなー、だいぶ。どうやって対応置かない方がいいんだけど、手札が詰まるんですよね。行く、さすがに。あ、打ってこない、楽しい。あ、いいウッドだ。いや、マジ。でも相手のサイド逆がいいんですよね。マジ強っ、それしか言ってねえ。ああ、そう、一発入っちゃうんだ。あ、やっちまうたー、やっちまうたー。
ぬおすごいやっぱやっぱ奇跡のミリノクリマイティ